皆さんこんにちはレックス専任講師の友嗣です さて、今回はですね、賃貸不動産経営管理士試験についてのお話ということで、10分間ほどお話をさせていただきます。まあ、前半はですね、まあ、ちょっとした、えーね、お話をして、まあ、後半は、えー、どちらかというと、まあ、講座の宣伝みたいな、まあ、そういう感じのお話になってくると思いますけれども、まあ、えー、よろしくお願いいたします。さあ、この賃貸不動産経営管理士試験なんですけれども、まあ、今年もですね、2021年も、はい、11月に実施するということで、 はい、まあいかがでしょうかねって話なんですけどもさあ多くの方が、ねえー、疑問に思ってるであろうことからお話していきたいと思います。はい、まずその「宅研試験と一緒に受けると言った時に宅研試験の後から勉強を始めても間に合うんですか?」というこの、ね、疑問にまずはお答えしておきたいと思います。で結論から言いますとですね間に合います大丈夫ですはい。 ただし、条件がつきます。ただし、条件がつきます、えー。それは何かというと、宅検試験合格レベルに達していることっていうのが、まず前提条件になります。もう宅検試験で合格できるというレベルに達していて、でそれで、えー、ね宅検試験が終わった後で、 さあ賃貸不動産経営管理試験の勉強していきましょうっていうふうになった時にじゃあ残りね1ヶ月ちょっとぐらいのところで間に合うんですかって言ったらばそうもう卓研試験と重複してる範囲はまあ仕上がってるということになれば残りの分野を1ヶ月でやるというのはもう十分可能ですこれはもう全然問題ないということになるわけなんですねなのでまあこのまず全部前提条件が厳しいですよね宅研試験合格レベルに達していればというですねこの前提条件をちゃんとクリアで できるためにまずはしっかり宅検の勉強をやってください、えー、そこがまず一番重要になってきます、まあ、特に賃貸借借借家法なんかはね、えー、まあ、どちらの試験でも重要度は高いわけですからそこの部分はしっかりまずは固めておくっていうことが重要になっていきますでそれに対して宅検の勉強を全くしてこなかったもしくはしたんだけどもはるか昔でもう忘れてしまったという方その方はもう一刻も早く 学習をスタートしてくださいもう,一刻も,早くですもうあのー、これ見た瞬間から勉強をスタートするぐらいの気持ちでですねまあそんな感じで、えー、まあね、えー、11月の試験までやっていただきたいんですけれどもじゃあ何を勉強すればいいのかというところになってくるわけなんですが毎年毎年まあ大体試験というのはですね まあ、えー、ねこう範囲がですね発表されるわけですで大体こうねうーん4月1日現在施行されているものでっていう風うにまあ、言われてきてたんですけどもはい今年に関してはそうですいわゆるですねそのまあいわゆる賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律というものがですねまあ、えー、ありましてでこれがですねはい、えー、試験範囲に入れたいということでしょうね、えー、こちらに関しては 令和3年6月15日時点の規定に基づいて出題するというふうにあります。ということは、まあ、いわゆるその管理業法ってやつですね、えー、こちらに関してはもう6月の、ねえー、15日時点の、えー、規定に基づきますよということになりますから、まあ、そこは、えー、お忘れのないように、えー、しっかりやっといていただきたいというふうに思うわけですね。 まあ、あとは大体その他のものについては、えー、令和3年4月1日現在で施行されている規定これに基づいて出題するというふうに、まあ、発表をされております、はい、ですのでまあちょっとその管理業法のところだけはね、えー、6月15日時点の規定ということになりますからまあ、えー、いわゆる新法というものは全てが範囲になっていくというですねそういう認識でいてくだされば OK ということになりますでは どうやって勉強していくのかということになるわけですよはいまずですねまあやっぱりある程度短期間でしっかりと仕上げなければならないということになるとかなり効率が求められるということですよね効率よく学習していくっていう必要があるわけですまあやっぱり範囲もなかなか広いわけですからじゃあそれを全てまんべんなく 完璧に仕上げようとするとそれはとてもじゃないけども間に合いません。 はいですがまあことですね合格点を取るということに、えー、特化するならば冒頭で言った通りそう宅検試験後からでも十分間に合いますよという風になってくるわけですですのでまあ、合格点を取るそこをやっぱり目標にするためには絞り込んで学習をしていくという必要があります効率よく学習をしていくという必要がありますそこをですねまずしっかりと念頭に置いといていただきたいわけですではどういう風にそれをやっていけばいいのか 1> ま1、あ、つ目としてはですね最適な教材を使っていくそして2つ目としてはですねはいまあ、こういう講義とかですねそういう何て言うんですかね、えー、耳からインプットできるものっていうのは結構時間短縮化が図れますのでそういったものを利用していくというですねこの2つがですね結構重要になってきます。 とといい、うことでですね、はい、まあちょっと、えー、宣伝といえば宣伝なんですけども、えー、私、ですね、えー、レックの方からですね、はい、賃貸管理士合格の取説というですね、まずこちらの本をですね、加、え、工、ー、しております。はい、ということでまあ、こちらに関しては本当に合格点を取るもうこれを目的として。 作った本とということになりますもう短期決戦にこれ以上の本はないというぐらいにですねもう本当に、えー、必要なものを絞り込んで、えー、ね、まあ、解説を加えた本になっておりますのでまずこれはかなりね、えー、効率化できるんじゃないかなというふうに思います。それにはい今回ですね、えー、道場という形でですねえー、リセの超速攻略講座というですね、えー、こちらの道場の方がええー まあありますのでまあ、そちらの方をですね、えー、合わせてご利用いただければという風に思うわけですはい。でこちらの道場の方なんですけどもインプット編というものとあとはアウトプット編というものまあ、この2種類の講座がありますもちろんですねセットで受けていただくというのが一番いいんですけれどもまあ、もちろんインプットのみアウトプットのみというですね、えー、そういう使い方もできるということになっておりますでインプット編の方はですね まあこの取説のテキストを使いまして、えー、もう12時間ぐらいのもう短いものでですね、はい、うん、がっつりとですね、えー、もう出るところだけに集中して、えー、解説を加えていくというですねそういう講座になっております。えー、ですので、まあ、その講座をばっと聞いてから本を読むというふうにすると、はるかに効率的にです、ねえー、学習することができるというですねそういう講座になっております。そしてアウトプット編の方はですね、えー、こちらの方は、 まあ、えー、オリジナルテキストを使いましてであとはあのー 取説の方のね、えー、まあ道場ということもありますので解説の時に取説の方はね、えー、結構こう画面とかに出しながら、えー、解説をしておりますですので取説が手元にあるとまあさらにわかりやすくなるかなとまあ最悪手元になくてもあの画面には出ますので、えー、その画面見ていただければっていう形にはなるんですけどもまあやっぱりお手元にあった方が学習効率ははるかに高いのでぜひお買い求めいただきたいというふうに思うわけなんですけれどもはいこちらのですねアウトプット編の講座に関してはまあえー オリジナルの、えー、問題をですね、えー、やっていこうということになっております。特にあの第二章の、えー、ね管理業法。 のところなりますまあ取説のテキストだと第2章になるんですけども管理業法のところは過去問がないので必然的にオリジナル問題にせざるを得ないところがあるんですね。まあ他のところはちょいちょい過去問とかね入れてますけども第2章の第2編でしたっけね賃貸管理業法こちらに関してはもう今年ね初めて施行される法律ですので本当過去問がない状態なのでもうオリジナル問題にせざるを得ないんですけどはいそんな感じでね 問題を解いていって知識を確認していこうという講座になっております。ですのでですね、まあ、2つセットでお申し込みいただくとですねかなり万全な試験対策ができるということですので、まあ、ぜひご検討の方をお願いいたしますということでございます。はい さあこの賃貸不動産経営管理士ね、まあ、うーんこれからどん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 難しくなっていくと思われます、まあ、これはどの試験種にしてもそうなんですけどもやっぱり年を追うごとに難しくなってきますこれは別に賃貸不動産経営管理士だけじゃないですそれは何でかっていうと年を追うごとにまあ過去問の数が増えていくわけですよで過去問の数が増えていくとそれだけ、ね、その過去問をまあ,ある程度勉強しなければいけないってことになってくるわけですよねで周りの受験生もそれだけ勉強して え来るわけですよということは、まあ、年を追うごとにどん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 そのね、えー、必要な勉強時間も、まあ、増えていくんじゃないかというところはやっぱありますそういう意味で、まあ、過去問が増えていけばいくだけですね。なので、まあ、今年、えーね、この2021年のプロモではね、えー、この賃貸不動産券から支度券科で間に合うんですかって言った時にも,もう自信を持って間に合いますというふうに、えー、言いましたけども、まあ、これが今後何年続くかはちょっと正直わかりません。 どん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 こう過去問が溜まっていってですよ。えーえー、これはちょっと達験終わってからの勉強だと合格厳しいんじゃないのかなっていう時が出てくるかもしれません。まあ、それはわからないですけどね。まあ、このままずっと同じでいくかもしれないし、まあそこはわからないですけれども、とにかくまあ来年よりも今年の方がいいです。それは当然の話ですので、ぜひですね今年必ず合格できるように頑張って。 ね、勉強してくださいそれでは、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではですね、えー、今度は本編の講座の方でお会いできることを楽しみにしておりますそれでは皆さんありがとうございました